札幌の街を走る路面電車。1日およそ2万4000人が利用する市民の大切な足です。今回は観光客にも人気の街の顔、市電の今昔をご紹介します。100年を超える歴史を持つ札幌の路面電車。2015年に路線を延伸しループ化、市電が駅前通りを走るようになり、より便利になりました。この市電の始まりは明治時代に誕生した馬車鉄道。昔はなんと馬がレールの上の車両を引いていました。大正7年、北海道博覧会をきっかけに路面電車が登場。街を走る電車は発展する街のシンボルとなり、主要交通網として戦後の札幌で重要な役割を果たしました。中央区にある市電の車両基地、電車事業所です。現在市内を走る電車は3日に1度ここで整備されています。長年市電の仕事に携わっている上山さんに車両について伺いました。この M101 は昭和36年に作られた車両なんですけども、親子電車ということで、ラッシュ対策にですね、親と子が連結してですね走っていた車両です。特徴としては中ドアがですね観音開きになっていることと、色もですね作られた当時のですね色をですねそのまま使っているという車両になります。年齢59歳、 M101 車両はこの1両しか残っていません。一方最新型の車両がこちらのシリウスです。乗り降りしやすい低い床がポイントです。他にも車両はですね、入り口から出口まで移動しやすいようにできるだけ通路幅を広く取っているような構造になっています。車椅子もですね、前後にですね1台ずつ2台置けるような構造になっております。高齢者にも利用しやすくなっているんですね。前方後方の席は高くなっていて景色が楽しめるんです。札幌ならではの車両もあります。こちらは冬に除雪のために出動するササラ電車。竹のササラが回転し雪をかきなして進みます。札幌の冬の風物詩です。主要交通の座は地下鉄に譲ることとなりましたが、市電は今改めて直されつつあります。環境に優しい乗り物としてまちづくりの活用の可能性も踏まえてですねループ化を行ったわけなんですけれども、結果として非常に使いやすくなったというお声をいただいております。路面電車の日に合わせる形でですね VR 動画をですね公社のホームページにアップする予定になっておりますので、ご覧いただければというふうに思います。札幌と歴史を共にしてきた路面電車、今日も街を走り続けます。